ございます。お疲れ様でした。2ラップ目終わって同点。同点で久しぶりに久しぶりじゃないな、開幕戦の真壁もそうだったんですけど、かなりドキドキ、試合っていう感じのすごいいい緊張感で、決勝に臨むことができたんですけども、ちょっと後半小川剛選手が崩れてしまって、逆に小川智之選手と接点はないんですけど、割と点が近くなってきたんで、ちょっとドキドキして不本意っていうか不用意な失点を、重ねてしまったのがちょっと、反省ですけども、とりあえず無事に終わってよかったです。最後の決勝の第9セクションはなんか必要以上に緊張しているように見えましたが、予選の時のスロープウェイにはカード触れたんでと思って、あそこちょっと意識していたらちょっと上がり足らずで、なんとか3点で無事に出れて本当に良かったです。これで3連勝です。ありがとうございます。次モテギがありますんで、しっかりモテギで走って、怪我なく終えたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。